ね。ヒーローが女に走ったから、一人の少女が死んだ。第12話の最短ターンクリア、は？始まるよ。うつ虫は8年に刀匠大モス、お電話視聴してますが、そのきっかけは、本話の庭崎森長官、のある発言でした。女と地球の危機と、どちらが大事かもわからんような奴など、我々には必要ない。本編でもこんなことを言われているのか、気になったからです。最短ターン的に選択の余地なしですが、人間爆弾の恐怖、確定。ぶっちゃけ前作動画のコメント、1ターン短縮、大なり大なり大なり秋の命、和也の食器欲90、1PP 気合2回で敵本体に突撃。1EP 防御。ダイモスがダメージを受けると次ターン味方増援、次次ターン味方増援もですが、登場ユニットがないパイロットは出撃不可。金魂は 3PP までに拾えばいいので7でもか、和也の記憶上げのため、なりふり構わずダイモスをどこのどこ本話では他がレベル15なのにレベル14ドローネに突撃させます。本作のダンクーガは正直使いにくい。気合3回かけないと、2EP で CT なしではスパルタンを落とせません。忍が加速を覚えますが、PS 版では魂に変更され消滅。庭長官に反感を持ち、和也の恋愛に少し共感する本はくらいしか、物語に絡まずいるだけ参戦になってます。第6話のドラゴの、前話のドローネにしか搭載されなかった AI 界が本話ではドローネ以外の無人機に搭載されてます。規定効果が改善され、同じレベル15では技能が忍と同じ、鎧パーツ装着のダンクーが、ダイモスも追い込まれます。グラトニオスのドリル CT9 パーが出たので危なくなりました。本話の演出通り辛い戦い。原作ではダイモスは宇宙でも聖剣機器を使った、と言われ、第40話でダイモビックが宇宙に行き、第41話でメカ戦士、ガドルスを聖剣機器、と叫びながら倒してますが、吹っ飛ばすシーンなしでした。スタッフも宇宙では、と思ったのかも、どちらも初参戦とは思えないくらい扱いが悪い。その後は聖剣機器が宇宙で使用化になり、長浜三部作が揃うことが増え、パイロットの副目標ユニットの作品もありました。第4次は当時シリーズ完結編なので、三部作を揃えよう。としたけど諸事情で、ボルテスを断念せざるを得なくなり、代わりに要望が多い、ダンクーガを参戦させたのかも。ダイモスは3ターンで2回しか、聖剣機器を使用不能。ヒットイント2万3300絶対。最短 3PP なので本話の2ターンクリアは不可能ですが、ダイモスがダメージを受けないよう最初の味方増援位置に到達し、集中効果を浴びせれば撃墜可能です。レーダーで射程を伸ばした弾空砲でバルバスを撃墜。PS 以降の容量増の恩恵を最も受けたのは弾空が、と言って過言ではありません。強化力を誇るボスキラー、裏切りのシャピロなど書ききれないほど優遇されてます。本命一体は聖剣付きを使わず落とします。CT 不要。最後はグラトニオス攻略。覚醒グレースで撃つ前に加速を使うと、撃った後、加速の効果が消えるので注意。さらに、2個目のブースター、を拾う重要なミッション。ここで拾わないと第14話を4ターンクリア不能です。今回グレースレベル15で覚醒と加速を2回使えるので、ウェーブライダーで拾えます。さやかを第10話で育て、友情、で全味方ヒットポイント2分の1回復、ダバの加速、熱血、ミミスの幸運でグラトニオスを落とせば 3EP クリア確定、本話のリセットポイントは2箇所。合計リセット回数は16回でした。CT22% がすぐ出たら1桁でしたね。ダイモスを電話視聴した結果、長官は女特集、発言をしてませんし、和也がエリカに夢中になって、一人の少
ずが死ぬ展開もありませんでした。うつ主の想像ですが、子供の頃ダイモスを見てた、本作のスタッフが、序盤の自覚にかけるカズヤに対して、誰かが死んだらどうする、と怒りを感じて、その時思ったことを長官に言わせた、ように感じました。そして、ヒーローが救えなかった命、と結びつけたのかも、その頃、本体はあったちをバンドックにさらわれました。合併は、力が足りなかった、と自分を責めるでしょうし、誰もカズヤのせいにはしないでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画は、ご覧のユーザーの皆様が、応援しています。